こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。Amazon を始めるために必要なクレジットカード。Amazon セラー登録には、使えるクレジットカードと使えないクレジットカードがあります。海外利用を想定してないカードは使えません。例として、楽天、イオンなどスーパーのカード、使えないことが多いです。使えるクレジットカードを複数枚数用意しておきましょう。 JCB が発行する JCB カード、住友トン・ウなどカー,ド会社カード会社自体や都市銀行、またマイレージ提携カードがおすすめです。それ以外で Amazon セーラー登録で使用が確認できているクレジットカードをいくつかご紹介します。カードを作る際には一気に作成した方が良いです。またカードを作る前には必ずこの注意事項をチェックしてください。これね、まだリンクないですけど、会員さん限定でね、えー クレジットカードを作る際の注意事項、えー、記事をアップしておきます。セゾンカード。まあ私、マイレージの提携カード使ってるんですけどね。セゾンカードは比較的使えてます。これね、ゴールドカードなんですけど、100万円使うとね、年会費無料になるという、まあ、それは大変いいねという感じのゴールドカードあるんでご紹介します。あと、無印、ね。無印のカード。無印でポイント3倍でこれも年会費無料です。この2つは、 セゾンのカードですね。それから UC プラチナカード。プラチナでありながら16,500円と、ね、年間費が安いです。それから東急。東急という電鉄というかね、スーパーというか、えー、映画館というか、まあそういうカードなんですけど、東急のカードはね、私自身もセーラーセントラルでね、使ってたことありますので、まあ回避無料ですし、使えることが確認できています。結構ね、1枚じゃなくて3枚はないと、 売り上げがね、入ってくるはずなのに、カードで否認されて入ってこないと言ってね、やきもきする場面が出てきますんで、最低でも3枚は、これだけあれば大丈夫ですねというカードをお持ちになっておくことをお勧めします。まあ、このカード持ってるけど大丈夫でしょうか心配ないでしょうかというようなね、疑問がありましたら、またご質問してください。それとね、何に主に使うとかね、どういうことで使いたいとか、例えばね、 ホテルによく泊まるとかね、えー、マイル貯めて旅行行きたいとか、まあ、なんかね、えー、よく行くお店とか何やりたいっていうのを言っていただければね、またおすすめカードの方もおすすめしますんで、えー、お気軽にカードのご相談の方もお待ちしてます。a m a z o n サポーター、堀秀夫でした。